エデュース OFX ブリッジはエデュースプロ8でオープン FX プラグインの利用を実現するブリッジプラグインです。OFX ブリッジがリリースされた2015年10月の時点で3種類のオープン FX プラグインのサポートが発表されています。肌のみをピンポイントでレタッチするビューティーボックスビデオ、200種類のプリセットを収録するカラーグレーディングプラグインマジックバレットルックス3、そして250種のエフェクトとトランジションがクリエイティブな世界を拡張するビジュアルエフェクトプラグインサファイア。ビューティーボックスビデオはデジタルアナーキー社のスキンレタッチプラグインです。OFX ブリッジでビューティーボックスを適用し、アナライズフレームをクリックして映像を解析、肌のトーンのみを感知して精度の高いレタッチを実現します。マジックバレットルックスはレッドジャイアント社のカラーグレーディングプラグインです。マジックバレットルックス内のツールラットバディを使ってログ撮影の映像にルックアップテーブルを当てることができます。また収録する200以上のカラープリセットを使うことで様々なルックを演出することができます。ジェンアーツ社のサファイアは10カテゴリー250種類のエフェクトとトランジションを収録するプラグイン集です。シーンに合ったプラグインを適用して調整することで様々な視覚効果を得ることができます。レンズフレアエフェクトもアプリケーションを行き来する必要がなく、 OFX ブリッジからサファイアを使うことでエディウスだけでの完結が可能になりました。スキンレタッチ、カラーグレーディング、ビジュアルエフェクト、エディウス OFX ブリッジはエディウスプロ8をクリエイティブに拡張するブリッジツールです。